これ新保市場ですよ、新保市場。新保市場。うん。なんかね、まあ、逃げたドラマの中に出てきたやつですか、うん、ここでチキン屋さんやってる夫婦がいて、みたいな。ああ。なんかこんな感じだった。アーケードがあって。モルゲス。モルゲス、モルゲス。いいね、雰囲気あるね、この市場の。ここ、今月2回目です。ごめん。いやマジで何食べに来たの。これも、その時もこのチキン食べに、タッカンジョンっていうチキン、普通のチキンとまあ似てるんですけど、名前はチキンではなく、うん、タッカンジョン。タッカンジョン、うん、見てみてください。いやでも本当に雰囲気がいい。サイダー、サイダー、これセットね、これセット。そうそうそう、いいね、映画いいね。サッカーのジョン、家、これがナッツ、ナッツ鶏、揚げて、上に多分水飴だと思うんですけど、なるほどね。そのソースで食べてみます。これは手じゃなくて、みんなフォーク2つ使ってこうやって食べたり、手で食べてもいいですよ。わこれで、そういう風に食べてます。なんか足に挑戦するんですね。地元と同じ食べ方で猫これは全国でも結構有名な新宝達観館っていう食べ物です。いやまだ全然違うねこれね、うん、いや面白いね。チキンって本当いろんな味があるんですよ ね。確かに。しかもほらこれ、これこの手羽がついてる、うん、昨日のはなんか一口サイズというか、うんうんうん、おやつ感じ、おやつの感じ。ちゃんと取れてる。これ2枚取り半分。あ、半分。重いね、半分で取り半分で。半分でいい。これ半分。あ。あ。前はちょっと辛かった気がするんですけど、そこまで辛くないですか。辛くない。優しい味がするけど、うん、優しい、うん、優しいというか、まあ、食欲をそそる辛さ、うん、なんかどれがいいとか悪いとかな、別これは別美味しい。あ、これ意外と食べれるかも、マジで。すーちゃんでやっぱちょっと辛味がちょっとあるのが食べれますよね。そうそうそう、今までとちょっと違いますよね、うん、高校生の時とか結構友達って言って食べたりもしてます。このこれ手で食べたら大変なことになるとか、手がもうなんか地元の人に混じって食べるとか観光地とかじゃない、観光地かもしれないけど、うん、まあ、地元の人は結構地元の人は多くも食べる。面白いですね。面白い。僕は結構テレビで紹介したされたこともあるから、結構全国的に有名なんですよ、ね、そうなの、もうテレビで見ちゃったもん。なんかでもこうやって、奥にしょ、ね、案内してもらわないと取れないね。なんかもうほら、ここに来るまでの途中にチキン屋さんっていっぱいあったじゃん、入っちゃいそうだもん、なんかもう。あ、そうですね、今日はあんまり並んでなかったから。そうそうそう、毎回もう見ない。土日とかだとこっちすごい、このお店だけすごい並んでるからすぐ分かっちゃうんですよ。この間来た時も
2、30分ぐらい待てて食べれたんですよね。あ、そうなの。飲まないですか。まあ、本当に全然こういうの食べないですね、うん、甘いもの全然。なんかまた水が欲しくない。あー、わかる。身が食べてると、うん、程よい辛み出てくるんじゃないかな、うん、最初あの甘いのがガツンとくるけど、ほらこれ唐辛子入ってるじゃん。うわだんだん辛くなっていく。あれどうした俺。これ持って帰りたいな。美味しいですか。美味しいな。良かったです。元気になる。お食事はまず。なんかどれもこれも強烈すぎて忘れちゃうね味。そうですね、これもこれで今日ガツンとくるから昨日のあの何にもの、あれっつって美味しかったんだけど。覚えておいてくださいよ、うん、最後インタビュー一番美味しかった食べ物とか。このままでプサン行くときも楽しかったんじゃないですか。すげえ天気良かったし、うん、いや本当だよ、うん、あれ電車だったら本当にあんな楽しみ方できなかった。うん、本当本当8時間ぐらいかけて帰りはハワイ行く距離。本当だよな。周りにハワイだったよ。そうですね、天気もちょうど、うん、あんなね、イルミネーションも見える最高かよ。こういうのもありつつ、ケンタッキーとかも食べるんだ、皆さん。だから同じチキンじゃん、うん、でもほら、ケンタッキーとかいうチェーン店のやつも食べたりするけど、うん、でも韓国人、ケンタッキーあんまり食べないんじゃないですかね。でもお店があったよ、ここ。うん、まあ、食べるのは食べるんですけど、韓国にチキン屋さんがいっぱいありすぎて、ブランドが。ケンタッキーより正直美味しい。あのチキン屋さんが結構あるんですよね、うん、まだまだありますよ。知りたい。やっぱ どれも、まあ、キョチョンチキンっていうブランドもあるし、うん、DHC だったのはなんかそのチキンも美味しかったし、うん、メシカのチキンも美味しかったし、うん、ブランドいっぱいあります。来るときに毎回毎回ブランド変えて食べてみてください、うんうん、チーズとか平気ですか。チーズ、チーズボールも最近なんか売ってて、この間あの夜食で食べたんですけど。夜食で、夜食チキン買ってセットでチーズボール、チーズにたっぷりつけて、すごい顔してる、上手。夜中に、うん、そんなんもあるの、うん、最近の流行り。それがじゃあ日本に入ってきたりするの。そうそう、一回韓国で入ったのって。塩昆布には入るんじゃないですかね。そうなんですか、行ってみようか。初めて食べたのに懐かしい味がする。これなんてもしかしたら昔このお店の従業員従業員の、しかも揚げ羽根揚げ羽根、あーうそよく食べますね。でもすごいよね。まあいっぱいね、おっくんがこの胃袋を刺激してくれるから面白いですよね。同じ鳥なのにこんな違う味、ね、お店はもうあれだけど、家庭の味ってまたね、そうですね、独特じゃないの、そういうので。今回も初めて僕のところに、うん、させてもらったから、なおさらね、そうですね、海外の家庭訪問してこう食べることってなかなかないじゃないですか。面白い経験ですよね。進歩高くここ、インターナル70だ。
言うて、釜山だな、言うて、やめそこ、テキサス、うん、ここはインチョン、インチョン、新浦田環状、新浦田環状、マジさよ、チェックよ。